trekking day. アテネス駅に着きました。プロのダスです。登山家のダスです。ダス、ちょっと解説お願いします。ここからどこ行きますか？はい、はい、今日はですね、はい、このアテネス今着いたんですけども、これから御嶽山に向かうっていうところでございます。でここからですね、今からコナラ峠っていうところまで行って、コナラって言います。でそこを経由して御嶽に登ります。でそこから大嶽、行って、大嶽からまた鋸山通って、今日は御前山とか水戸山の方には行きません。そのままこう鋸通って奥多摩の方に降りて、氷川キャンプ場でテント張る予定です。まあ今日は天気も良くて最高です。天気この通りです。太陽が晴れです。太陽が眩しく照らしております。さっき富士山めちゃくちゃ、まあ、風もなくて絶好の登山日和となっております。今私の顔が見えませんが、まあ門の顔だけでも十分かなと思います。まあこれから2人で登りますので、まあところどころいろいろ通りながら、休憩しながら、ご飯食べながら、ゆっくりと登山を楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。田町駅はね、大変でした。7時に出て、7時、はい、7時15分に東京駅で、まあ東京駅7時15分に乗ったんですよ。中野駅でね、ダスを拾って、はい、一緒に拾ってっていうか、まあ一緒に、ね、車じゃないからねそうだね、あれバイクかと思ってたいつもバイクしか乗らないもんだから、そうまあ一緒に、はい、そっから、はい、あれ何駅で私たち30分また待ったんですか？青梅ですね。青梅駅で30分待たないと、はい、そうあれ本当はね、普通はもうパッてこうすぐ乗り換えできるところだったんですけど、一つ電車ね、そう、ね、遅くなっちゃったんで、はい、いや私が悪いですね、間に合わなかったんで。出発、はい、Let's go! 行きます。すごい。出発したところで。僕はちょっと今日は山登んないで、それがどうかっていう。で通ってる人もいるみたいで、まあ、ちょっと行ってみて。じゃあ通れるのかな。そう、それダメだったら、俺が通りから行けるから。はい、行ってきます。ありがとうございます。いってらっしゃい。おー、行番ライアル、綺麗な川。Let's go! じゃじゃーん、いや、行こう、いいよ。出す Let's go! 出す。山の神様にお邪魔しますと、いうことは絶対忘れちゃいけません。わかりました。はい、こんなに伸びてる木はだいたい杉とヒノキ。ハトノス駅、綺麗に見えるところなんです。ここから展望台になっておりますので、今も本はここからちょっと座って見ているところですね。眺めてます。はい、綺麗ですよ。駅ですね。あそこ、そうですね、綺麗ですね。はい、すごい。道間違えるところだった。ありがとうございます。イノシシが出るから検出。わかりました。助かりました。はい、ありがとうございます。すいません間違ったところだった。ああ、滑りやすいね。急な登りが始まってますよ。そうですね、急な登りやってきましたね。しばらく続くんですか。まあ、もうが歩き出してますので、ゆっくり。この先は工事中で、小奈良峠と御嶽間は通行止めというふうになってますけども、無理しないで行きたいと思いますので、ゆっくりと
行きましょう。はい、できればあの、まあ、3点加工というのはあるんですけど、うん、3つを常に使っておいて、はい、1つをリリースしておく、はい、っていうのは登山で基本なんですよ、はい、3点加工ですね。おす。でここも、まあ、下るときにこのまま下ってもいいんですけど、はい、できれば例えばここを使って、はい、次のステップを踏む。おす。でこう安全かどうかというところを見つけて、はい、今度こっちをでこういうふうに、はい、で降りればいいんです。 OK、まあ、とにかく3点加工して手をあるから手を使う、はい、っていうあの動作をしてほしいということです。おーす、おーす、うー、下りが始まりましたね。うん、下ったらまた登る。登って、降りて、あ？うう。滑ったら やばいよ。ほほう。危ない危ない。5分ぐらい休憩する。休憩場だここ。ずっと休憩してないから。おっす。なだれっていうのかな。ああ、ういおやつタイムです。凍ってます。山が凍ってます。1時過ぎました。御岳山、ここは御岳山です。御岳山に着きました。すごい木です。でかい。御岳山です。神社、御岳山お寺。あ？ジャングバード？あ？あんたの息子いる。どこジャングバード？おお、ジャングバードじゃないですか。どう見てもジャングバードですね。おお。
御嶽山神社綺麗です。パワースポット。御嶽山一周。東京が見えます。ここからケーブルカー持って帰ります。全部見える。あれ東京だよね。ここケーブルカー。ケーブルカーに乗って降りました。今からバス乗ってどこ行くんですかね。御嶽山駅行きます。ここは御嶽駅です。やっと奥多摩駅に着きました。門が今こういう感じで映ってます。奥多摩キャンプ場に着きました。奥多摩氷川キャンプ場に着きました。3時半に奥多摩氷川キャンプ場に着きました。これこんなちっちゃいテントなんですけど仲良く仲良く男2人でテントの中で寝ますテントを立ててます。もうそろそろ完成です。お月様が見えます。テント完成です。お、もうは俺はもうテント作るのに大変なのにこいつがはしゃいでもういろいろやってます。大変です。もうなんか気持ちが上がってるようです。もう元気すぎてます。もう今日はもうここでテント張ってキャンプなので、奥多摩の氷川キャンプ場もうはしゃいでます。なんか子供のようです。おっす、おっす、はいはいはい。ラーメンのお湯温めてます。今日一日のねお昼食べてないんですよ。これからおやつしか食べてない。いや弁当、本当はね行動時間も4時間5時間の予定だったんですけども。今何時？今4時25分4時25分、はい、またやっとお昼ご飯ですね。うん、そう、はい、いただきます。はいはい、どうぞ食べてください。はい、Let's go。 はい、もう温まったよ。でも温泉から帰ってきました。ビールを飲んでます。川の流れのように奥多摩刺身最高。奥多摩氷川キャンプ場、今川の近くでテントを立てて男二人はこのちっちゃなテントで寝ます。一応奥さんの許可もらってます。8時半過ぎました。夜の10時になります。もう10時過ぎてんじゃないの。38分か。うん、まだまだです。川の流れのように日本酒も終わった、ビールも終わった。鳩の巣から登山開始して御嶽行って大嶽のこぎり山、ここに奥多摩に降りてくる予定だったんですけども、時間に余裕がなくて御嶽山からケーブルカーで降りて電車でここに4時に間に合うに来て、今寝る時間なんですけども、まだ焚き火が終わらないので、これ終わったらもうそろそろ寝ます。今星空がものすごい綺麗なんですけども、寝るテントがまあ目の前にあるんですけども、
狭いんですけど、まあ2人用のテント。 Good morning。 ずっとこの川の流れの音を聞きながら寝ました。ここがお手洗い、ここは手洗いです。これからお茶飲みます。ほら、ロキア五重の塔あるらしいんです、山の上。行ってきます。おっす。スタート。モンドラゴン、モンは今日この階段見たら走りたくなったみたいです。いつも合宿行ってるところで、あの急なところはあるっていうふうに言ってましたけども、この急なところ見たらすごいな、そこよりも急かもしれないとか言ってまして、走るつもりじゃなかったんだけど、もう走り始めました。もうそろそろ上に着きます。1分5秒、走り切ってきたぞ。階段走ってきたら五重の塔お寺が、五重の塔お寺がやってきました。下は氷川キャンプ場です。これネパールのバクトプンの五重の塔お寺思い出すでしょ。五重の塔お寺の隣は神社ね。神社の中にはこうなっています。橋の向こうは温泉です。キャンプはここでキャンプしました。キャンプ場です。それが温泉ね。いいね。今日温泉で締めですね。キャンプが終わりまして、温泉、締めが温泉ね。これで終わりです。乾杯してご飯食べて東京へ、大江戸へ戻ります。さあ、楽しかったね。どうでしたか？最高でしたね。お疲れ様です。